45分、 JPX デリバティブフォーカスの時間です。ゲストをお迎えしています。日産証券の首席アナリスト菊川博之さんにおいでいただきました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ニューヨーク市場はまだまだちょっと不穏な状況ですけれども。そうですね、先週もいろいろマクロ経済指標、週末には雇用統計発表されましたけれども、蓋を開けてみると ADP の民間の雇用統計は、はい、やや弱気だったんですけれども、週末の雇用統計は強気に触れたということで、ここ数ヶ月かなり ADP と雇用統計の乖離といったのは確認はできていたんですが、週末の強気の雇用統計、ADP と少し裏腹な結果を受けて、再び金利上昇圧力ですね、これが高まったと。で、金利上昇に対して、金価格、このグラフでいうと黄色のラインですけれども、金価格の上値が抑えられたと、ADP の時はこの逆のパターンの反応だったんですが、そうでしたね、週末は、はい、金利上昇に金価格の上値が抑えられたと、といった格好となりましたね。ただ日足のチャートを見てみますと200日の移動平均線、これは依然として、キープしていると、でちょうど200日移動平均線近辺の価格帯といったのは横の黄色のラインですけれども、価格帯別の出来高の非常に厚い水準ということで、下値支持感は強いのではないかなと、週末調整が入ったものの、このラインこの水準といったのは下値支持として機能していきそうな感じはしております。で、上の緑のライン、これがテクニカル分析でいうネックラインになるんですけれども、これを超えてくると強気感は増してくると、速攻値感といったのはより高まってくるのではないかと思いますね。で、一方円建ての金、こちらの方はすでにこのネックライン緑色のラインを超えて、先週末、上げ加速といったような形になっているんですね。この背景といったのは円安が再び為替効果ですね。そうですね、為替効果が非常に強かったということで、三角の持ち合いを上に離れて、上げが加速といった形になっております。ただ金市場のマザーマーケットといったのはニューヨークですから、やはりニューヨークが先ほどのネックラインを超えてこないと、円建ての金だけどっぽ高というふうにもなりにくいのかなというふうには思いますね。両市場のネックライン越えが確認されてくると、これまで以上に押し目買い気象は強くなるというふうには思いますね。ただもう少し長い目で見るとですね、円建ての金、こちらのチャートは各国の通貨建ての金を表したものなんですけれども、赤が円建ての金、そして、ユーロ建て、そしてドル建ての金価格の推移を長期の流れで見てみたチャートですが、円建ての金といったのは円高が長い間上値を抑える要因になって、相対的に割安が続いていたんですね。で、足元を今年に入ってからですけれども、円安が進んでいるということで、この乖離が少し修正に向かっているような流れとなっております。ですから、仮に今後円安が進んだ場合、円安ドル高が進んだ場合といったのは、ドル建ての金にとっては上値を抑える要因になりますが、円建ての金、国内で販売される売買される金にとっては、プラスになる。かつ悪い円安になった場合、これは株安が想定される中、円建ての金を持つメリットといったのは、より大きくなるのかなと、はい、いうふうには思いますね。この悪い円安になるかどうか、そしてアメリカの株価がどうなるかどうか、これは今意見の分かれるところではあろうと思いますね。先週マクロ経済指標を受けて金利が上がったり下がったりと、そうでした、言ったのを繰り返しましたけれども、今月来月は 0.5% ずつの利上げが想定されると、
ただ6月から QT も始まっているんでですね、そうなんですね、この連続の利上げプラス QT に株価が耐えうるのかどうか、これが今後の注目になってくると、とりあえず2ヶ月のコンマ後の利上げといったのはかなりの部分を織り込みつつあるということで、9月以降どうなるか、まあそれに向けてしばらくはいろいろな思惑、強気と弱気の思惑が交錯しながら進んでいくのかなというふうには思います。ただ弱気の見方をする人たちの中にはですね、今年の株価の動きとリーマンショック直前の2007年に高値をつけたところと今年の高値を重ね合わせたグラフがこちらなんですが、非常に似通った、まあ、フラクタルな確かに似てるっちゃ似てますね、なりつつあると、リーマンショックの時は2007年に高値をつけた後、まだ少しずつ下値を切り下げて、まあ、戻り局面もあったわけですが、そこは売られて最終的には大きく暴落していったといったのがリーマンショックの時、今回も年初に高値をつけた後、まあ、戻り局面といったのはあるんですが、戻りきれずに今のところ戻り売り基調が継続しているということで、少し戻る局面も足元出てはおりますけれども、はい、この相関が続くのであれば、やはり利上げを嫌気、QT を嫌気というような局面が出るかもしれないと。ただテクニカル分析でいうとこういった自己相似系フラクタルな関係といったのは、この相似系が崩れた場合には、崩れた方向に大きく動くと、そういうことですね、ルールもございますから、この相似系が崩れた場合は株が大きく上がる可能性もあると、いうことで、まあ、ちょっとこの流れもいろいろな思惑 を含みながら、6月7月そして8月はジャクソンホールが、ありますけれども、今年のジャクソンホールに関しては9月以降の、FRB のスタンスがどうなるか、ということで今年は対面で開かれる予定ですし、例年以上に今年のジャクソンホールといったのは9月以降の相場は見極める上で、まあ、注目は高まりそうだなと、まあ、その間の6月7月といったのは、まあ、強気と弱気がマクロ経済指標並びに重要なのがやはりインフレの動向とですね、原油価格そして穀物価格の動向次第でこの強気弱気がまあブレるような動きになっていくのかなというふうには思いますね。9月の FOMC がどうかっていうのがマーケットの今関心になってますから、そうですね、その直前 のジャクソンホールが結構重要な意味を持ってくるわけですかね。今年に関しては重要な意味合いを持ってくるんだと思いますね。ですから8月も例年以上に、まあ、お盆期間ぐらいから薄商いで値段が飛ぶことままありますけれども、まあ、今年も8月は要注意というふうに思いますね。で8月は特に、穀物市場原油市場も年間の中で最も高い値段を季節的にはつけやすい、時間でもあると、原油に関しては先週 OPEC が増産を前倒しで決定しましたけれども、価格は下がらず逆に、高値を更新中と、そうなんですよね、いうことで、ちょっとロシア産の減産をカバーするのは困難かなということ、で原油市場に関してはいろいろ強気要因が重なってきているんですね。ちょうどガソリンのドライブシーズンがこの5月末から始まりましたけれども、ガソリンの在庫水準といったのは過去5年平均そして前年と比べてもう圧倒的に低い、まあ、在庫不足の状況になっているということですね。まあ、ここでこれから需要が高まる時期に向かうと、ガソリン価格は非常に高いんでですね、ドライブが控えられるんじゃないかという見方もある一方、リベンジトリップで飛行機の燃料用の需要ですね、
ジェット燃料が相当伸びるといった見方も あるということでですね、もうアメリカ欧州に関しては、私の知人も今出張に行っておりますけれども、誰もマスクしてないと外では そのようですよね。でもうほぼほぼ通常の観光生活が戻ってきているというような強い動きが見られるようですから、ジェット燃料の需要増といったのは多分今後出てくるのではないかなと。これは原油にとってやはりプラス要因ですし、同じく6月からハリケーンシーズンがアメリカで始まってくるんですが、今年の予想といったのは例年以上に多発する、予報が出ているということで、これも突発的な上値波乱要因、これがやはり6月から11月までハリケーンシーズンありますから、夏場のピークに向けて、夏秋のピークに向けてやはり波乱要因としては出てくるかなと。で、穀物市場も、高値を継続しているということで、食料品価格の上昇から北アフリカ、そして中東エリアの地政学リスクがややきな臭く高まりを見せているということで、なかなか原油を下げる要因ではなくて、夏に向けて少し上値波乱の種に火種になりそうな案件がかなり控えているということですね。ガソリンがガロンあたり4ドル台になるともうレッドラインだっていうふうに言われてはいるんですけども、みんなお金を持ってるから4ドルが5ドルになってもドライブはするんですね。するんじゃないかって言われてますよね。そうですね。すでに、ガソリンの小売価格はその4ドルといったラインを超えて大きく上がってきてるんですね。で、この赤線のラインといったのは原油がちょうど150ドル。これを伺うといった時の水準をすでに超えているということでですね、ガソリン価格から考えると原油が現行の値段よりもさらに高い値段つけてもおかしくはないということで、そうするとやはりインフレ懸念の高まりといったのは FRB の期待するほど後退しないのではないかなと。そうすると金利上昇圧力は出てくる。金利上昇圧力は出てくるんですが、金利上昇は金の下落要因ではあるものの、悪い金利上昇が強まった場合には金利上昇と金価格が共に上昇するような側面、これも可能性としてはあるのかなと思いますね。随分こうホットな夏になりそうですね、これね。今年は相当暑い夏になりそうですね。わかりました。日産証券の菊川博之さんにお話を伺いました。どうも貴重なお話ありがとうございました。はい。